こんにちは。今回はこちら、セリアで購入しているミルフィムソックヤーン、こちらでモチーフを編んで、でつなげて巾着ポーチを編んでいこうと思います。こちらがカラーナンバー16番、アクリル 100% 35g 105m 入っています。で、かぎ針が4号から5号ですね。で、変な使っていきます。で、中心部分から糸を取り出していきます。はい、こんな感じで糸を取り出してきて、今回6号で編んでいきます。で、輪を作って始めていくんですけど、いつもと同じモチーフで編んでいきたくて、で、前回のところで全部お伝えしているので、よかったらそちら見てみてください。鎖編み3目で始まって、これを1目として数えていきたいので、マーカーつけて、まあ、全く同じなのでそちらよかったら見てみてください。で、これでね、どういう色が入っていくかっていう感じで見ていきたいと思います。これで長編み2つしたことになっていて、鎖編みを2つで始めていきます。で、これを何枚編みましたっていう感じで、で、糸はどれぐらい残ったかっていうところをお伝えして進めていこうと思います。はい、こんな感じで編んできていましためっちゃくちゃ編んだんですけど、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 枚編んできました。で、今回はこういう風にね、もうマーカーつけてるんですけど、こうつなげてるんですけど、正方形で、で、巾着にしようと思ってるんですよ。ここが開いた状態で。で、これで、まあ、もう一枚、この編んだところで、まあ、今回はね、糸始末していこうと思って、ここでお見せしていこうと思います。こんな感じで終わっていると思うんで、ここでいつも糸を置いていってるんですね。最初の鎖編み立ち上がり3のところ。ここに針を入れて、で、糸を通します。糸を通したら、を引き抜いてきて、この出てきたところに戻ります。戻って、で、できるだけ同じ色のところに糸始末していきます。こちら表、で、裏の状態で、でちょっと引っ掛けて、こちらに引っ掛けて、で、あとはこちら側、黄色同じ色なので、こちら側に、こういう風にね、編み地を崩さないようにして糸始末をしていきます。で、また糸を引っ掛けながら、向こう側に進んでいくっていう感じで。で、一番最後は、まあね、糸をあまり割らないようにして、何回かこういう風にしたら、一番最後はこの編み地がしっかりしている部分、この長編みとかで引っ掛かっているところが結構分厚いので、こういうところを割って、で、まあ、こちら側に変えてきたりとかして、ちょっと引っ掛けて、この中側の編み地、引っ掛けて、で、この逆のところに変えてきて、何回かしてもいいですよね。これで、糸がある限り、こういう風にかけながら糸始末してきてました。で、一番最後はこういうところで終わって、で、何回かしたので、ここで糸をギリギリでカットします。で、中心部分もこうやって巻き込んで編んできたので、こうやってカットして、で、全体の色のバランスを一応見て、まあ、こういう風な見た目になるので、こちら側のバランスと反対側のバランス、それぞれ取って、まあ、こちら側ね、結構ね、その隅のところに赤が来たので、結構赤がしっかり出ているので、四隅にこう入れてみたんですね。で、こちら側も、なんとなく、色が合うかなっていう感じでこう向きを変えたりとかしてました。こちらは緑がこう角に来る部分が4つあったので、こういう風にしたんですけど、こういう感じで仕上げていこうと思って、でね、このパチッとできるマーカーがあるので、こちらで、まあ、普通のマーカーでも留めれるんですけど、こういう風に留めて、で、この出来上がりを見て進めていこうと思うんですよ。で、今回どういう風にしようかって言ったら、ここだけ開けばいいので、まあ、ぐるーっとこの2本、ここからずーっと、ここまでつなげて、で、こちら側で終わって、ここから始まってね。で、あとは、こういう風に仕上げたいので、こう、つなげて、で、あとどこかな。それで、あと横か。横も一周ぐるーっとつなげる形になって、まあ、今までも、つなげ方お伝えしているので、よかったら見てみてください。で、そのつなげ方でつなげていきます。
で今回は、この同じ色でしようと思ったんですけど、このダイソーで購入しているリサイクルポリエステル毛糸、こちら使っていこうと思います。同じぐらいの太さかなと思うので、ちょっと違うかったら2本取りにしたりとか、そこで変えていこうと思うんですけど、ポリエステル 100%、70g、185m 入っています。165m 入っています。かぎ針が5号ですね。で、アッシュグレー。こちらを中心部分から1本取り出して進めていきます。はい。こんな感じで中心部分から取り出して、どこから始めてもいいんですけど、この2本をつなげようと思います。最初に。これで、こんな感じでこう持って、外表で持って、向こうのこの鎖編み2の左側、向こうの手前半目、手前の鎖編みの左側、向こう半目、向こうを取って、で、このグレーの糸で編んでいくので、こうやって置いて、糸をかけて引き抜き、これでいつもと同じようにつなげていこうと思います。ここもね、いろんなつなげ方があるんですけど、私はもうこれ1本って感じで、この仕方で、つなげていくんですけど、結構ね、すっきりつなげれるのでおすすめです。それで、貼って、向こうの手前、手前の向こう。こんな感じで同じようにつなげていきます。こういうところも全部詳しくお伝えしてるので、よかったら見てみてください。で、形、さっきお伝えした形のところまでつなげていきます。はい。こんな感じで編んできていました。で、ここで糸始末は一番最後で全部しようかなと思うので、置いてますね。で、ちなみに一番最後は、こういうところもお伝えしてると思うんですけど、この、またがったところから始まって、で、この V ってなってるところ、針を通して、で、針に糸を通して、で、こういう風に引き出してきたら、この出てきたところに戻って、で、裏に、この糸始末をしていきますね。これで、目を作るようにしておいて、で、裏の、この線のところ、ちょっと難しくなるんですけど、糸始末。こう引っ掛けるようにして、できるだけね、返し返しで糸始末していこうと思うんですけど、こんな感じで引っ掛けて、で、こんな感じで、この線のところですよね。編み地がないので、同じ色のところ。ちょっと進んで、で、また引っ掛けて、こういう風に同じ色のところに糸始末しようと思います。ちょっと進んで、で、またこちら側に戻ってもいいと思うし。こんな感じで糸始末をしようと思います。で、ギリギリでカットして、で、糸が残っているところ、全部同じようにしていきますね。で、上のところ、巾着の穴のところをつけていこうと思うんですけど、このグレーで何段かいつものように筋を残して細編み編んでいこうと思います。この端のちょっとこのずれたところ、次の面のこの真ん中のところから始めようと思います。ちょうど真ん中のところ、向こう半目、裏のポチッとしているところを取って、で、中に糸を当てて、ここで糸をつないで、で、立ち上がりを一つして、同じところから細編みをしていきます。巻き込んで編んでいこうと思います。違う色に当てるんですけど、ここはね、この、結局は同じように、さっきと同じようにグレーのところを取って、糸始末することになるので、ここで糸を巻き込んで編んでいこうと思います。で、あとは向こう半目裏のポチッとしているところを取って、細編みを一つずつ編んでいきますね。糸を巻き込んで、細編み一つに対して一つずつ編んでいきます。で、またこの線のところ、こう沈んでるように見えるので、ちょっと高さを出していこうと思います。で、ちょっと狭めたりして。今回もね、狭めようと思うんですよ。この線のところだけ、でね、一番最後のこの長編みの頭を取ったら、一番最後、鎖編み一つ残っていると思うんですね。向こう半目、裏山を取ったところで、細編みの途中を編んだら、糸をかけて、この線のところ、横にすくって、横にすくったら、ここで糸をかけてきて、で、こういう糸も巻き込んで編んでいきますね。で、左2本で未完成の長編み。
で、まあ糸をかけそうになったんですけど、次の鎖編みのところ、ここを向こう半目裏山を取って、細編みの途中、ここも巻き込んで、細編みの途中編んだら4本を一度に引き抜いて、ちょっと引き締まると思うんですね。なのでこの線のところが来たら全部同じようにしてぐるっと一周編んでいこうと思います。で、こういうところは全部向こう半目裏山を取って編んでいきます。ぐるっと一周、ここまで戻ってきます。はい。こんな感じに一周細編み編んできました。で、こういう筋のところは3個を1つにして、この中心部分は、長編みの未完成を編んでますね。こんな感じでぐるっと一周編んできて、筋を残して細編みを一番最後のところまで編みました。そしたら輪を大きく出して、で、最初の細編みの頭、裏から刺して、で、ちょっとスッキリ見せていこうと思います。で、輪をかけて、引き抜き。で、立ち上がりを1、2、3して、これは1目として数えていこうと思います。で、3個目のところにマーカーつけて、で、表に返して、で、いつも鎖編み1つで穴を開けていくんですけど、鎖編み2つで大きめの穴を作っていこうと思います。鎖編み2つしたら、糸をかけて、ここの1つ目のところは鎖編み立ち上がり3なので、入ってないところが1、2、3個目。3個目の細編みの頭。ここを拾って、長編み。長編みしたら鎖編みを2つ。糸をかけて、この入ってないところが1、2、3個目。ここはこの筋のこの3個を1つにしたところなんですけど、ここも1つとして見ていくので、ここに長編みを1つ。長編み1つしたら鎖編みを2つ。糸をかけて入ってないところが1、2、3個目。ここに針を入れて長編み1つ。この繰り返しをぐるっと1周マーカーの手前まで同じように編んでいきます。はい。こんな感じに1周同じように長編み1つ、鎖編み2つ。2つ開けてまた長編み1つの繰り返しを編んできました。で、長編み1つしたところで最後鎖編みを2つで、ちょうど2つ開いたので最初の鎖編み立ち上がり3目のところ、ここに針を入れてつなげます。ここで、で、一応ね、鎖編みの裏山を手前に受けた状態で向こうをしたら2本かかってるところ、ここでかけて引き抜き、これでつなげました。で、ここではブランとなってしまうので鎖編みを1つしてぐっと止めておきます。で、糸をカットして、で、捨てて抜いて、で、糸始末をしていくんですけど、先と同じように糸始末していきますね。まあ、返し返しで糸始末をしていきます。一応ね、こちらが裏なので、裏にこの中側にできるだけ持っていきます。グッとして、で、糸をかけながらこの内側に持っていきます。こんな感じで何回かしたので、ここで糸をギリギリカットします。で、まあ、こういうところも糸始末全部していきますね。で、ペタンと置いた状態で、私の場合は鎖編みで紐を作るだけなんですけど、やってこの長さのちょっと、まあ、長め、まあ、肩から今回もかけれるぐらいの長さにしようかなと思って、だいぶ長くしようと思うんですよ。まあ、6号のまま、まあ、ここまでもずっと6号で編んできてましたね。6号でこうやってグッと締めて、鎖編みを1、2、3っていう感じで好みの長さ鎖編みを編んでいきます。はい、こんな感じで鎖編みを140目で決めてきました。で、これを2本して、で、こちらも糸始末してこう完成させましたね。で、これを表に返します。表に返して、で、この紐を作った紐を通していきます。針に糸を通して、で、だいたいこの端のところ、この柱を通って、ここから入ってここから出てくるっていう感じで、交互にこの柱を通していきます。こういう風に。こんな感じで、ちょうどこの一つ境に、ここから入ってここから出てくる感じなので、これで完成させますね。で、この結び目と結び目を、またさらに結びます。これで結んで、ぐっと締めます。で、反対側も通していきます。今度はこちら側の反対のところを見ていって、だいたいこうやって折って、
で、今度はこのかかってるところを見ますね。この柱のところに1本目、こうかかってる状態のところ。で、同じところに入って、ここから出てくるっていう感じで反対のことをしていきます。ここから。で、1本目と同じところを通っていきます。それで、針に糸を通して、紐を通していきます。で、こんな感じで通してきたら、交互に通してきたら、今度はこうかかる状態ですね。1本目のところは空いてるので、2本目はこう引っかかる状態。それでまた1本目と同じところを通っていきます。で、最後の方まで通してきたら、1本目が今度は引っかかってる状態で、2本目はこう空いた状態。逆のことになってるなっていうのを確認して、で、また結び目と結び目をさっきと同じように結びます。で、結んで、ぐっと締めます。で、1回目に結んだところと合わせて、で、ここで同じぐらいの長さでカットします。で、完成です。めちゃくちゃ可愛くなりました。ぐっと引っ張って、こんな感じの巾着になりました。で、ちょっとサイズを測っていきます。大体にはなるんですけど、ぴたんこの形で、この深さ、全部測ると、だいたい 19.5 センチぐらい。で、物が入るところで18センチぐらいになってますね。で、横幅が、19.5 センチ。19.5 センチぐらいになってます。で、糸は、ミルフィミソックヤンが、一玉と半分ぐらい使って、で、こちらのリサイクルポリエステル毛糸を半玉ぐらい使いました。あ、半玉も使ってないかな。ちょっとだけ使いましたね。こういうところも何か参考にしてみてください。いろんなカラーで、まあ、いろいろこの組み合わせによって見え方もだいぶ変わってくると思うので、楽しめると思うので、めちゃくちゃ楽しいですよね。すごく時間はかかるんですけど、楽しさはすごくあるので、いろんな大きさで編んでみてください。こうやってね、シュッとして、で、バッグの中にこう入れてもめちゃくちゃ可愛いんですけど、肩からもかけれるので、肩からかけるのもおすすめです。いろんな使い方ができるので、ぜひ編んでみてください。今回も最後まで見てくださり、ありがとうございます。